まあ、ブレーキングで入って、まあ、この黄色い点線が入ってで次のこのまあ青い感じで、コーナーにインガーに寄っていきます。で、まあ、スピード落ちたからまあ、アクセルを開け始めて、脱出していきましょうというような形になると思います。あ、はい、次ブレーキをねこのクリップまで引きつっていけるか否か、もうその直後にはもう加速をしていきます。さっきの見るとこの青い部分はエンジンブレーキとかなんとなく止まるまで待ってよ、なべちゃん今うなずいてね、あーってね、ブレーキかアクセルかどっちかで、コーナーをまとめられるようになるとオートバイって実は途端に 安定し始めるんですね。この青い部分がやっぱ長ければ長いほど、要は言うならばブレーキもしていない、アクセルも開けていない、まあ、例えばそのエンブレでもあーってこう落ちるまで待っているっていうような、まあ、例えばこれつくばの1コーナーとかしましょうね、やっぱこういう時間が長ければ長いほどタイムロスになっているんですね。ブレーキは長く、まあ長くしてるとまあスピード下がっちゃうんで、じゃあそれどうしようというお話なんですけど、さっきの見ていただくと、だいたいここで皆さんギューって握って、あ、下がったなという形でちょっとこう一息置く場所があるかと思うんですけど、だこの間をどれだけ、短くできるか、おそらくここで強く短くそのフルブレーキングしちゃうんで、なかなかここまでたどり着けないですね。これを例えばさっきの自分のフルブレーキングを100とすると、このブレーキング、まあ、例えば7割8割ぐらいのそのブレーキの、入力っていうんですか、入力で来れれば入り口は割ともう引きずりブレーキって聞いたことあります？皆さん聞いたことあります？はい、のまあ典型の お話です。弱く長く、まあ まあ、クリップというか一番その速度が下がるところまでかけなくていいです。もう最後は触ってるだけでも十分なんですよ、実を言うと。だからここはもう、まあ、例えばフロントタイヤをジャッキアップして、フロントタイヤをシュラッと回しました。で、ディスクをパッドをかするぐらい、シャラ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 って、なんか想像できます皆さん。できますぐらいで実は十分なんですね。だ要は、ブレーキを触ってるか、アクセルをちょっとでも開けてるか、っていう状況にしてもらいたいですね。だからこれがやっぱりそのオートバイを安定させる方向。さっきの言ってた、やっぱりこの青い時間、何もできてない時がブレーキもしてない、アクセルも上げてないっていう時間が一番僕はバイクは不安定な時間だと思ってるんですね。だからこれはやっぱり、まあ、例えばつくば皆さん走ったことあります？走ったことない人、あ、結構いらっしゃいますね。はい、まあ3ぐらいで来て、そうですね、速度でいうと、まあ、60キロぐらいの、まあ低速、割と低速コーナーかな、はい、低速コーナーの部類に入る方です。これがだからこれが例えばもう少し大きいコーナーだと、まあ、こういうふうに、青い時間を
持つ場合もあるんですね。要はそれは遠心力が働くので割とこう勝手にサスペンションも縮んでるしタイヤもたわんでくれるんでそれはもう ほっといても大丈夫なんですよ。ただ速度が遅ければ遅いほど遠心力が働かないので自分で、このどっちかに押し付けてあげる、フロントで押し付けてあげる、はたまたアクセルで後ろにちゃんと乗せて加速で押し付けてあげる、要はどっちかにこう仕事をさせるっていう分担で、メリハリをつけられるといいのかなと思っております。はい。